ははい、い、えー、ござます。コンピュータネタ、リスプネタなんですけれどもね、えっ、ー、とあの、バージョン、イザスリスプバージョン3.50でほ、まあ、自分では完成の域に達したと思って、あとは、先生と紹介記事とかをね、あのメディウムを中心に書いてるんですけれども、で、面白いことが分かってきてね、ちょっとあのシェアさせてください。えーと 2つの対照的な記事を書いてね、で、それをそのレディットにどういう反応があるもんかなと思ってあげたんですけどもね、えっ、ー、と、この下の方はね、これ、あれ出てこない、えっ、ー、と、エクスプローリングゲーデルナンバーウィズ・イザスピ、ゲーデル数化です、えっ、ーと,えー、と、論理学者ゲーデルがあの自己研究をさせるためにっていうやつ。 そのことを書いたんだけども、あんまあアップォート読んで悪くもないけど、あんまり受けないんだ、ね、で、その後に、あのリカバリング・ザ・ジョイ・オブ・ハードウェア・ハッキング・ウィズ・ラズベリー・パイ・アン・リスプを使って、えっとラズベリー・パイでハードウェアハ・いじりをやろうぜっていうふうな記事を書いたら、これが主に他を受けて28アップボードおおお <laughs> っていう感じなんですけども、えっと、 やっぱりこうねこ,こ,この記事がそなんですけどねあこれあの tk 8号の画像をちょっとあの拝借いたしまして <laughs>、えー、で私が前にあの作ったらズパイ拡張ボードでこれなんだっけな超音波センサーとかねえっ、ー、とモーターコントロールのえっ、ー、とリィバスとか乗っけて作った やつタリとかりとか,から GPIO をコントロールできるよっていうふうなことでね、えー、紹介したんですけどもねラズパイだと組み込み関数でもコンパイル時に GPIO ワイヤーにパイがあの組み込まれてますんでお手軽にって感じでご紹介したんですけれどもであのやっぱこう,こういうタイプの方が受けるね。<laughs> あのえーっと こっちも人によって面白いかもしれないあのなんだっけえっ、ー、とえっ、ー、とねこれじゃなくてあのゲーデル数化ゲーデル数化の方もねリスプと管理あーこれあんまり78か80%切ってるね <laughs> でゲーデル数化についてご紹介しなきゃやっぱりあ,あのー 普通の方にとってはゲーゼルってな馴のは馴染みないしそんなに興味ないかただリスプの世界だけは同物動性があるから、えー、とゲーゼル数か興味持ってくれる人も少なからずいらっしゃるんじゃないかなと思ったんだけども。 うーんやっぱりそれよりはもっとあの一般受けするようなやつあ,あそっかハーディーバーいじりなんてやっぱり皆さん興味あるんだなみたいな感じなんですけどもそっちの方にえっ、ー、と置いた方がいいかなって感じで音楽もそうなんですけどもあのさっきもちょしゃべった「リッチ・ブラック・モア、ね」でね私の大好きなねあの方ってね本気で弾くとねジャズだとかカントリーだとか、まあ、いろいろやればやれる人らしいんですよ。あのうん でなんと小さい時に近所に住んでたジム・サリバン師匠に習ってからもう基礎的なところはばっちりジム・サリバンさんから仕込まれてるんであとあのジム・サリバンさんというのはまああの人も天才でもういろんなジャンルを軽々こなしちゃう人なんだけれどもおそらく十 2歳かそこらのリッチブラックマー少年はジム・サリバンさんからもう全部吸収したんだったんで <laughs> やろうと思えば何でもできるんだけど自分はなんか清貧乏になるのが嫌だって言ってロックンロール一筋でやるって決めてででそれもねあのパープルの第2期でこうどうすればヒットするっていうふうなつかんででえっとできるだけそういうこう マーケティングをやってるんじゃないですかねそのリチーファンの気,の気持ちに応えるというかきっとこういうのやってくれるよねっていうのがあのあってまあ、ご本人の中でもう散々やり尽くしたんだけどと思いつつもえっ、ー、といや皆さんがあの期待してくれるなら期待に応えなくちゃなんて いうのかな思ったんじゃないかで一応一応あのこう定番の期待されてるのをちゃんと永明一曲目に持ってきてくれるのがリッですだからリースプーもねあんまりそのマニアックなとこ行っちゃうと置、えー、いてきぶらりぐらったような気持ちになっちゃうんかもしれないのであのやっぱりこうえー、っと多くの人にこう共感得られるみたいなところを狙って。 えー、あリスプって面白いんじゃねみたいなところからこう興味持ってもらえるようなのなんだなと思ってるところなんですよね。 ででこう一回こう興味持って入ってきてもらわないと、Python で必勝みたいなね、Python で十分できるのになんでリスプなんてやんのみたいな <laughs> 思われちゃうから、いやいや、まあとりあえず面白いからやってみようよみたいな、取っかかりのところはこう広く皆さんにこう興味持ってるような題材を持ってきた方がいいんだななんて思ってましたね。そう言われてみるとねねしばらく前に、ね、レディットであの エニグマンを題材にした時にはねもうゼロまで下がったからねっ <laughs> あれ主にやっぱり戦争中のその,あの,のを持ってくっての、ね、はやっぱりいくらチューリングの映画に出てくる話だと言ってもあんまよろしくないのかもしれないねというのはその、えー、と敗戦国ドイツの国民の方もいらっしゃるしもう今更その昔の,あの話なんかやめてくれって方もいらっしゃるかもしれないんでやっぱりエニグマっていうのは ちょっと台座としては不適切だったのかななんていう風に、えー、反省したりなんかしております。というわけで、えー、リスプネタでした。じゃ